どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。クリスマスツリーの幹の近く一番取りづらいところを飾りがちなみそじさやです。はい、ということで今回こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、パンディ。パンディ、これちょっと気に入ってる。何え、これパンディって何。これ不安定なパンダで、はいはいはい、走ってパンディ。お、かわいい。好きなところに丸、黒丸と白丸を描いた結果生まれた不安定なパンダだった。パンディね。はい、パンディ。ちょっと気に入っちゃったんです。先生、はい、ぶつかりましょう。いやです、これはうちの子です。ごめんなさい、すいませんね、すぐぶつかりつなげようとして。はい、はい、ということで今回こちらです。これは皆さんのタイトル見れば分かってると思うんですが、はい、今回やった企画はこちら。でど原神伝ミリシラ追いかき対決。わー、あ、サラダが。いや、すごくないですか。いや、あのね、実は、はい、あのミリシラお絵描き、夏目さんちもし知らなかったらこの題材でやってくださいっていうリクエスト、原神マジでトップで多かったです。いや、もうほんと、はい、うん、今更やります。いや、いや、それがなんでかと言いますとですね、さや、はい、さんがちょっとね、実はもうやってるのよ。そう、原神、そう、すごく皆さんに、はい、さやさん絶対好きだからっていうコメントいただいてて、いや、そうなんですよね。あ、そう、じゃあちょっとやってみようかなと思って。そう、てか夏目さんち2人でできるからって言って。あ、そう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 、あのマルチプレイできるからって聞いて、あ、じゃあちょっと原神さんとやる前にさやさんがちょっと調査していこうかなみたいな気持ちで行って、はい、で今まだそうだな、主人公 の、はい、あの女の子と男の子選べるんだけど、はいはい、主人公の男の子がすごい、うわ、めっちゃ好みやんってなって、でなんか、ね、一緒についてきてくれるとかちっちゃい女の子みたいなのがいるんだけど、はいはいはい、そういうこと出会ってちょっと出かけたぐらいのところで終わってしまってるので、はいはいはい、なるほど。で僕は一回もゲーム自体はまだやったことがないんですけど、はい、原神がリリースされたタイミングとかで、うん、なんかキービジュアルとか見たことあると思うんだよね。あー、うん、いや話題になってたじゃないですか。いや、すごい話題とか、結構ずっと話題のゲームだもんね。ただどのキャラクターがなんて名前で、あ、それとか、どんなキャラデザインのやつがドイツかみたいなやつって、うん、全然そこは知らなくて、だから僕はもうミリシラと言っていいとは思うんですけど。いや、もう私ももうセンチシラよ、うん、センチシラね、うん、そう、でもそれミリシラなのかなとか悶々としてたら案件いただきました。本当に申し訳ない。そんなミリシラなんですよとか言いながらのこの案件っていう、この夏目さんちの古き良きストロングスタイル、うん、古き良きストロングスタイル。いや、本当に申し訳ないんですけど、はい、だから僕たちなんとなく世界観はふわっとイメージあるんだけど、うんうん、そこからじゃあキャラクターをね、今回は当てることができるのかという、で今までよりも当てなきゃいけないミリシラ対決ですよ。確かに結構、はい、なんていうの、その情報が結構多い感じありますよね。そうなんですよ。だからまあこれをチャンスということで、夏目さんちが今回バチコリ当てていくミリシラ。そうです、バチコリ当てるし、うん、原神デビューするチャンスです。夏目さんちはもうあのミリシラで履修したら絶対にやります。やりますので、はい、皆さんあのぜひ教えていただけたらと。それでは早速今回もミリシラ予告対決やっていきたいと思います。このまま大リブリークします。するなよ。ほかほかほか。まあ、てなわけで今回ですね、原神でミリシラ追いかき対決やらせていただくんですが、はい、特別企画がございまして、はい、なんとですね、夏目さんちが描いた原神のキャラクターそれぞれ僕とさ1体ずつ描かせていただいて、はい、なんとプレゼント企画やらせていただきたいと思います。なんと、はい、だからあれでちゃんとお勉強してから、はい、まあそうです、もちろんもちろん原神をこう楽しんでから描かせていただくので、はいはい、届いてるイラストが誰だお前って思って、まさかお前ミリシラ送ってくると思わんやろ。バカ野郎ってなる。はい、はい、ってことはないから大丈夫、安心してください。はい、ということでね、そんな責任を負いながらまずはミリシラをやっていこうと思うんですが、です、ね、あの今回はちょっといつもと趣向を変えまして、はい、プレッシャーを与えていこうと思います。プレッシャー、はい、まあ、まずここにポンポンと、今回は実は、はい、6体のキャラクターをあのピックアップしていただきました、ね、いつもの2倍じゃない、はい、
そうで今回何をしていくかというと、はい、あのこちら水流れ流しゃべっちゃしまさにバンディーといったところ本当よ今から3回戦やるんですけど、うん、1回戦ごとにそれぞれ僕とサイで違うキャラをミリシラ追いかけしていくというわけなんです。じゃあ合計6体ちゃんと出るってことですね。6体出てくる対決になるんですけど、はい、今までは名前からキャラデザ当てられるかなっていうやつをやってたじゃないですか。あ、うんうんうん、今回はさらにそこに僕たちもうすでに世界観はなんとなく知っちゃってるわけじゃないですか。あ、そうだね、キャラクター知らないまでも、うん、だったらじゃあ 100% 当てろよっていうプレッシャーを与えてきます。うわうわ、ヒントか、ヒントか、はい、皆さんの字が汚いここのヒントから僕たちは毎回3枚ずつ引けると、うん、あ、そんなに引いていいんですか、はい、だからね、ここの山札に今ヒントカードがね9枚あるんですけど、うんうん、表にしてしまいますと、あ、これ見てください、性別、性別、服装、髪色、装飾品、すごい、髪型、うんうん、イメージカラー、体型、性格、CV、 CV、 これは声が聞けるという最強のカードです。うわ、それは一番イメージできるやつですね。聞きたい、普通に聞きたい。そうなんですよ。でもこれをすごい教えてくれちゃうね。そうで、ここから毎回ね、対戦ごとにここをシャッフルします。はい、はい、ここから僕とさやが3枚ずつ引くわけです。はい、ドン、装飾品、体型、性格、髪型、イメージから、服装、僕はこれを知れる、さやは装飾品、性格、体型を知れると。これを攻撃表示、違うよカードバトルじゃねえの1回戦終わったらまた戻して次のバトルでこれをまた引くと。結構情報を得られるので、うんうん、マジで当てろよ。でも性別引けなかったら2分の1見せるから、そういうことですよでも性別引けなくても CV を引けたら性別は分かるわけです。確かに、ほぼほぼ、うん、まあ、そんなこんなで、あのこんなたくさんヒントをもらえるので、はい、しっかり推理していきましょうということで、今回なんとミリシラ追いかけ対決、いつも制限時間5分とか10分とかだったんですが、うん、今回の制限時間は30分でございます。うわー、ちゃんとやらなきゃダメなやつ。いや、もうちゃんと、さやさんの余すことなく IQ200 を使うときやってましたね、はい、もう低いな IQ その発言がそうなんです。なので今からですね、3回戦それぞれ制限時間30分ずつやっていきまして、はい、最後に正解発表していければと思いますので、うん、はい、いや今回ドキドキですよ。いや、そうよ。いや、でもやっと原神に触れられるの。いや、ほんとよ。なんだかんだタイミングを逃してね、原神をプレイすることができてなかったので、いや、もう僕らもこれで冒険のきっかけになる、はい、冒険の始まりですよ。で、それではまずは1回戦目やっていきましょう、はい、みんながさやさんがめっちゃ好きそうって言ってるゆえを紐解いていきましょう。まあ確かにそれもヒントなんだよな、ちょっと。さあ、では早速まずは第1回戦目のキャラクターからいきたいと思います。はい、いつもの定番のこれで、はい、順番決めましょう。はい、いくよ。はい、最初セッタモルフォーゼで決めるのは私はこれ。あ、負けちゃった。リサカでいい。わかんねえ街で勝つんだよし、これでいきましょう。はい、はい、せーの、ドン、タルタリア、ウェンディ、なんかどっちもなんか美しそうな名前だね。じゃあゲサーから順番に引いていく。はい、じゃあ一枚ずつ引いていきますか。はい。じゃあいきます。ワン、ドン、イメージカラーと服装、服装強い、性別、あ、強い、で髪色、髪めっちゃいいね。あ、え、なんかほぼあれじゃない。ほぼでも見た目来てない。そうですよ、これ当てられなかったら。ね。うわ。こいつ。CV いただきました。でもさ、ここさ、あれじゃない？結構ヒントさ、こっちだ、確かに男女か分かる。え、でも分かんない、違う違う、あのキャラクターのさ方向性がつかめるじゃん、CV で。いくぜ、俺は野獣だぜみたいなタイプか、僕の近くに寄ると危ないよみたいなタイプかもしれない。全然危なくなった今セリフの想像力がなさすぎてびっくりした。よし、じゃあさやさん最後いくよ、はい、せーの、ドン。え、全部じゃない見た目全部じゃない。これ、え、これがウェンティじゃない、だってこれ多分1個のお鍋に入れてる、うん、だからウェンティ出来上がる間違いないね、うん、はい、てなわけで、今引いたもののそれぞれの答えをうちのスタッフからですね、はい、はい、書いてもらったので、じゃあまず僕は性別から、はい、タルタリアの性別は男性、男で、タルタリア男、せーの、グレー、え、神の目、神の目、水何何何、神の目、水、なんでグレーなのに水なんだ、水なんだ、ここですよ一番大事なの。いや、そう、 CV、 はい、 CV、 木村良平さん、これはイケボですよ。じゃあちょっと流しますね。はい、はい、送られてきてます。俺はファデュイ執行官第11位講師タルタリアだ。そして君は
争いを招くものだね。実に愉快だ。きっと相性がいいと思うよ。ひょうひょうとしてる。つかめないやつ感ある。あ、そうとりあえず僕分かりました。性別男性、イメージカラーはグレーで、神の目、水って書いてあるんで、多分水タイプ、水タイプ。そして木村良平さん、さっきのあのボイスカラー。いや、そうです。ちょっとこれは結構、でも皆さん見た目のヒントだよ。そうなの、見た目のヒントそう、見た目が何、そう、マジ見た目マジノーヒントじゃあ先生さん、ウェンに引きます、ね、はい、ますか。じゃあ服装、はい、じゃあブレーメン服装、ブレーメン、ブレーメンって何私服装とブレーメンってさ、セットになる言葉だと思ってなかったなんでこれヒントに何ありではブレーメンってやばいな、さやさん引いたかと思ったけど、はい、髪色、はい、で、毛先だけ緑で、髪型、はい、で、短髪、触覚が長くて三つ編み、三つ編み、単発だけど三つ編みなんだ。あの、ここのさ、コンボはとってもいいんだけど、これが難解すぎてじゃあちょっといきますか。では行きますよ、参りましょう。はい、まずは第1回戦目、タルタリアとウェンティ行きます。よーい、スタート。待って、でも待って、もう分かんない、男女どっちだ。そう、男女どっちかがまださやには分かんないよね。でもどっちか決めなくてもいいよね。原神ってさ、戦うでしょ、アクション RPG ではあるから、戦うキャラを描けばいいんだよね、とりあえずね。講師って言ってたから、結構なんかお偉いというかさ、位が高いようなイメージだったんだけど。いいですね、私権力持った男子好きですよ。言い方悪すぎる。なんだ権力持った男子って。待って、触覚が長いっていうのでちょっと可愛い系なんじゃないかなという、はいはい、だから多分大人じゃないと踏んで、それはそうかもしれない。膝を出すよ。それはさ、それは趣味とかじゃなく、え、これはあの明確な推理に基づくんですけど何か初対よ、わかんないよ、ジジイかもしれないじゃん、初対ジジイ。だから好きなもん書いてるだけじゃん、それは。だってもうこんだけしかわからないからもうこんなに出てると思ったのにね。これ価値格やんって思ったけど違うんだって。最初主人公めっちゃ女の子だと思って接してたけど、10巻ぐらいの時にさ、10巻、男の子だったのみたいな感じが欲しい。あ、そういうタイプ、そういう感じ。え、すごい好きかもしれない。確かに可愛いこの子、誰か愛して、愛してあげてほしい。可愛いんです、すごく。完全にうちの子になっちゃってる、一瞬に。さあ、ということで1回戦目、はい、タルタリアとウェディ、せーの、ドン。おー、あ、水の使い手だね。そう、今まさにこれは水の矢をピシッってこうやって、うん、はい、生み出してるところ、弓を、そう、近く寄ってくと弓でピシュンピシュンって打ってたのが、うんうん、シャッ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 みたいなタイプの矢になる。あ、すごい速さでね。そう、すごい速さの槍になる、うん、あー、いいね、いいね。で、これイメージカラーがグレーだったんだけど、うんうん、まあ水の使い手で青いエフェクトが多くなるから、はい、逆にオレンジ色をこう散りばめるみたいなっていう、と良きです、とても良きだと思います。まつげがちゃんと、ね、髪の色と一緒なのがとてもいいです、はい、ここにあの200点ぐらいあげましょう。はい、ありがとうございます。激になりました。さやさん、これが俺が答えました。あ、でもブレーメンだ、かわいい。いや、とりあえず、はいはいはい、この髪色が混んで、はいはい、で、触覚が長くて、はいはいはい、三つ編みで、かつちょっとでもさ、毛先だけ女の子だね。男の子だと思ってたら後で女の子でしたっていうパターンの子ね。そっちの感じしない？どっちもこれ普通に着てて、あ、前ボタンも止めてて、帽子もかぶってて深めの。あ、そうです。これ後ろがでっかめのフードみたいなのが後ろにあって、そうそうそう、かぶっててずっと男の子だと思ってて接してたら、うん、10巻ぐらいで10巻ぐらいで女の子になるようなのがわかる。あ、いい、かわいい。いや、良きです。かわいいですね。いや、もうこれはもうなんかこう、はいはい、森の中にこう住んでる女の子で、はいはいはい、なるほどね、狩りとか得意、うん、武闘派。おー、武闘派なんだ、しかも。って言いたかったけど、これで、これマジカルだから、ここマジカルで。でもなんか原神だからね、ファンタジーな感じはありそうだよね。うん、マジカルな。なんかこう、なんていうの、自然と一緒に戦うみたいな、はいはいはい、葉っぱとかさ、風とかと一緒に。草タイプね。あ、そう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 。うん、なるほど。ということで、じゃあ1回戦目のタルタリアと、はい、ブレブレじゃねえ、タルタリアとウェンティどうなんでしょうかね。ね、いや、こんだけヒントもらって合ってるに決まってるじゃないですか。本当に合ってるに決まってるじゃないですか。やだな、ブレブレ。それでは第2回戦目でございます。はい、せーの、ドン、ショー、ナヒード、
ショウって読むよ。優しいこれ。ユニバルフって、ね、まあ、これだけだったらなんか読めんもんね。チミ毛量とかって読めないみたいな話。でもなんかさ、男の子っぽくない？そうだね。漢字いかつくないだか。いかち。ナヒーダはね、インドっぽくない？わかる。東南というか。あ、そう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 、うん。名前の雰囲気はそんな感じするけど。ね。じゃあヒントがいきますか。じゃあナヒーダとショウ。はい。帝国。お。チームに来ました。聞けます。これはずるい。嬉しい。はい。髪色。髪色。嬉しい。服装。いいじゃん。服装で油断できないから、ね。まあ確かに。イメージカラー。あ、でも結構いいかも。ね。うん。で、髪型。ずるいよさっきから。すごくない？髪型。これ男女もいけるし。これはじゃあさやさん100点狙えるやつだ。俺は、まあ、みーちゃんだ60点ぐらいしか狙わないかもしれない。こいつ、こいつ。じゃあ僕の方からまた節用ヒント。節用ヒント。じゃあ性格。はい。ドン。無邪気。これ可愛いやつだ。髪色。髪色。ゲのグレーに、グレー多くない、ね、イメージカラー緑。え、草タイプ。草タイプってこと。無邪気な草タイプ。さっきのチャイの書いたやつ。あれ性別わかんねえな。え、これノーヒントじゃない、ほぼ。え、これ色しかわかんないね。あ、じゃあ、さやさん行きます。行きますよ。じゃあまずは髪 型, あ、じゃあ髪型から見ていきます。単発センター分け。え、なんか細かくないこれ。これ細かいね。服装で千人のような長袖でタユッとしてんのかな。自分が選んでそう。はい、冷たい。CV は、ああ、松岡さんね。これは男ですね。男の人。さすがに。じゃあショーの声いきます。はい、王男、俗男、家男、水男、羅刹男、抱きに来男、毒薬男の際は我が名を呼びたまえ。三眼五剣仙人ショウ、召喚に応じ参上。仙人って言った今。あら、いや、すっげーかっこいいし、クールなキャラじゃない結構、うん、うん、めっちゃクールだ。古くない？なんか好きなタイプのキャラばっか弾いてない？もしかしてさやさん、原神好きなんじゃない？あの、視聴者さんがさやさん絶対好きだからって言ってるのは間違いじゃなかった。間違いじゃないよ、千人おるんや。では、また30分間、ナヒーダとショウ。ショウ。いきます。用意スタート。でも単発か、後ろ長くしたくなっちゃう。さっきしたでしょ、確かに。おじいちゃん後ろ髪長髪もしたでしょ、おじいちゃん。草タイプの無邪気、妖精さん。あー、確かに可愛い。武器がわからんな、戦い方というか。戦うのかなっていうか、そもそも分からん、無邪気な子戦う。なんだ、無邪気がすごい一番強いんだ。キャーッ。そう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 、キャーッって言いながら、あの森の力をつってブボボーンって草が生やしちゃうタイプ。いいんじゃない、森の王みたいな。かっこいいキャラ描きたい。かっこよかったもん、だってめちゃくちゃ声がね。そうだって三条って言ってたから、召喚されてとか言ってたもん。あ、そうね。千人が召喚されるってどういう、どない？髪色が灰色なのにイメージカラーが緑ってことは、服装は絶対緑色ってことだ。あ、そうだね。いきます。嘘、いけちゃうんですか。無邪気な草属性イコール妖精、髪色、灰色、入ってました。ロリです。ロリババアです。あ、おババアなの。あの妖精女王みたいな、妖精クイーンみたいな見た目。ロリだけどクソ強いおババア。めっちゃロリ。え、ちょっと待って、さっきも肩出てたでしょ。2回も肩出すのはどうなのよ。ブワってところとキュッてところが合わさった方がいいと思うんだよね。でもなんか、いや、でもこの子なんか体型を出しすぎるのもなんかまた違うな。この辺に切れ込みとか入れてみる。寒いよこれから。してうるせえな。じゃあこの前さやさんが見た夢の話でもする。いいよ。この前カバに食われた。怖かった、超怖かったよ。さやがここにいるでしょ、何も知らないさやさん。気づいたらこうだったとか。怖くない、くっそ怖くない、これホラーじゃん。もうそれこれカバだよ、これは。何も知らないさやさん、やめて。何も知らないさやさんだけど気づいたの。大丈夫、これは夢だから私は死なないって。いつか夢だからこれは死なないって言って現実世界でそう思わないで。怖っ。ちょっとショーの話に戻るんだけどさ、急だね。わざわざさ召喚されてくるっていうことはさ、お手伝いに来るってことでしょ。ってことはさ強いんだよきっと、めっちゃ。だから戦闘に特化した服を着てるんじゃないかと思うんだよね。確かにね、わざわざ助けに来てもらうわけだもんね。あ、そう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 。何、ねえ刺激されないでよ。あなた勝手に刺激された。いや、千人ってあれだ、待って、千人、俺が好きだった千人の格好思い出せよ。キュピー。今日なんかさやさんが楽しそうで何よりだわ。体調いいでしょうね、多分。さやさんめちゃくちゃ体調いいんで、ね、体調いいんでしょうね、今日ね。えらく、うぅぅぅベビちゃん、あのさ、ここにお団子つけたいよ。お団子つけさせてよ。まあ、当てる気じゃないじゃん、もうそれはさやさんの趣味じゃん。でも単発って書いてあるんだよ。ヒントを無限にしないでほしい。でも楽しくなっちゃってる、うん。
仙人だからこの辺にちっちゃい竜をまとっている。ありー、他の人にはクールだけどこの竜ちゃんにはデレデレ。ページカラーは赤っぽいなこいつ。どうしよう、ここさこうやって開けてみる。あーダメだろダサいだろ髪色が灰色でも髪の内側のハイライトは別の色ってよくあるよね。あーなんて言うんだっけ、うん、それラッキーカラーじゃん。ミアカラーな。なんだラッキーカラーよかった、ね、グレーがかった緑って感じかな。あー髪色も、うん、でインナーカラー的にこう緑も入ってくる。ここになんか獅子の顔みたいなね彫刻がついてる。はいはい、でも獅子の顔が描けないからなんか骸骨みたいになっちゃった。何の資料も見ないからこうなります。みんなは資料見て絵を描こうね。さあということで次の30分間ナヒーダショー、せーのドン。どん、おー、そうな感じになってる、はい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 、かわいい、めっちゃもうね、うん、ゴリゴリにロリババアにしましたね。あ、でもなんかナヒーダって感じするでしょ、うん、間違いなく500年森の主やってる、うん、でもさ彼女たちの単位では500年。いやそう、まだ若いと思う。そう、全然新米妖精女王みたいな感じ。うんうんうん、え、かわいい。そう、無邪気な性格で森に来た人たちを全員縛り上げて呼ぶんですよ。許してあげて、無邪気だから。邪気は、うん、邪気はない。だからこの子はふわ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 浮いてんだけど、うん、周りに植物がいてバンバンってあのシュワーッとか言ってぐっそつえ周りに植物を携えて戦うタイプの、うんうん、ふわふわ系の幼女キャラです。遊んでくれてありがとう。でもそうそう、そういうレベル。妖怪駅でも敵解けてるんですよ。周りに骨があってもよかったね。ちょっと時間があったら骨をばらまいて書いてもよかった。確かに。あ、でもショーです、かっこいい。いや確かに、でも松岡さん味ある感じの方ね。ここはね金の刺繍で、はいはいはい、でこ の, あのドラゴンちゃん、はいはい、ちっちゃい小竜ちゃんが相棒みたいなね。相棒みたいな、はいはい、あでもこの小竜ちゃんが変化して武器になって戦うとかでもいいかもしれな い, い, い、うん、ドラゴンが剣になるとかね。あそうそう、で無知になるとかね。そう、ここの肩外して殴ってくる、うん、ね、使うのかよこれ使うのガードじゃねえんだわかる。でもなんかこういうさ、うん、片方に妙にさガードが硬いやついるよね。そうそうそう、こっちはあの戦うから、うん、こう袖側まくってあるけど、はいはい、こっちはあんま使わないから袖がダラッとなってる。なるほど、実用的な、実用的ですね、はい、実用的かな。いやでもなんかこの情報から出たデザインとしてはすごい、いやそうそう濃いね、ショーって感じするわ。やった、うん、でももう団子がつけたくてつけたくてしょうがなかったけどだからもう込めてここ刈り上げにしちゃったからもう逆にもうめっちゃ短くした、はい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 、じゃあ2回戦目はこちらのナヒーダ、はい、ショーでした。ショー、くん、くん、どうなるでしょう、どうなるでしょう。30分だとやっぱ色が若干ついて面白いな、ね、さあということで最終戦でございます。じゃあ最終戦のキャラクターどっち選びますか。じゃあこっち、じゃあこっち、やっぱ僕には君しかいないってこと。見知れて書くかお前はい、じゃあいきますか、せーの、ドン。八重神子、ニーロン。全然でも名前から想像できんと思ったけどさ、これさ女の子だしさちょっと和風系なんじゃない。ああ確かに漢字だよね。ね、漢字って珍しくない、うん、じゃあ行きますか。行きますか。ヒント、せーの、ダン。装飾品、髪色。装飾品って何それ、服装となんか違うの。せーの、ダン。お、引いちゃった、引いちゃった、ずるい。あね、これはね結構ね、これね、トラップだよね。さあこれ2回目だね、この髪色と髪型っていうコンボね。これ結構トラップですよ、はい、じゃあいきます、せーの、あー、イメージから、おー、で、おー、でもこれ実はヒントがあるようでないっていう、ない時もある。オッケー、じゃあニーロー、はい、ニーローっていう名前わかんないね、なんで性別感ないの、うん、じゃあいきますか、はい、じゃあサヤさんからいこうかな。じゃあまず髪色からみたいな、はい、バン、おー、あ、でもいいな、こういうなんかさ、どう考えてもその色しかないじゃん、赤色って、うんうん、赤色で髪型が、はい、内巻きセミロングってことは女子じゃない、女子だな、せーの、ドン。女子来た、お、踊り子これは女子では、踊り子で、踊り子で内巻きセミロングの赤色、情熱的なダンサーじゃないですか。ちょっとセクシー系かもしれない、うん、なんか内巻きで、確かにな、セミロングで、はいはいはい、大人の女性のイメージがあります。じゃあ僕いきますか、はい、じゃあまずイメージカラーからいきましょう。ドン、ドン、ピンク、あ、出た出た出た、このパターン出た、神の目、これヒントじゃねえんだってでもでも待って、雷タイプの、雷属性だけどピンクなんだ、ね、ピンクなんだ、雷なのに。装飾品、はい、せーの、ドン。派手な髪飾り、あー、派手、派手な髪飾り、派手をもうちょっと追求してほしい印象的な髪飾りがついてる、ね、はい、なるほどね、じゃあ CV 大事な、はい、ここ大事です。さくらあやねさん、これは、そして CV タイムでございます。楽しい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  CV タイムでございます。
じゃあいきますよ、はい、八重神子いきます。わらわは鳴神大社の宮司、こたび参ったのは大社の勅令により何時の一挙一動を見定めるためじゃ。そう緊張するでない、ただの建前に過ぎぬ。正当な理由で休暇を取るにはこれが必要なんじゃ。ほれ、早くわらわに面白いことを見せてくれぬか。ほう、わらわ系だ。わらわ系女子ね。お姉さまね、すごい。これ超お姉さまだね。ね、宮司って言ってた。鳴神なんちゃらの宮司、うん、神社とかをこう、ね、そういうことだよね。守ってる人だね。え、でもさ、鳴神ってあれかな、雷のあれか。あー、そうね、鳴神、ね、神が鳴るで雷だもんね、うん、ゲイさん、わらわ系って珍しくない。わらわ系、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、すいません、あの修正が来ましたよ、はい、八重美子だそうです。八重美子ちゃんだったそうです、はい、すいません、八重美子様です。八重美子です、うん、八重美子様です。では八重美子とニーロ、よーいスタート。でもさ、わらわだからちょっと偉い。え、でもなんか、うん、わらわに楽しいこと言ってねえ、見るのじゃん、ね、さあ楽しいことをみたいな。あ、そうそう、だからさ、やっぱりさ、披露させてくるタイプじゃん。そうなってくるとやっぱりわらわだよな。わらわだよな。わらわだよな。むずい。今朝のわらわ系でも見てみたいな。いや、でも雷属性というのをちょっとバチン舐めてるの。あ、なんかこうかんざし系なのかな。あ、でもなんか日本だとさ、いっぱいさ、かんざしとか刺してるキャラクターもあるからさ、雷雲みたいな神風。ああ、いいね。さあ、ということでラスト30分、八重美子とニーロ、せーの、ドン。おー、なんかバニーガールみたいになってるね。いや、そうなんですよ、私その踊り方あんまり知らないなと思って。え、でもなんかこれプラスなんかさ、 あ、そうそう、攻撃エフェクトとかでもっとありそうだね、ブワーって。あ、そうそうそう、うん、足技とか使って確かに回転してきそう。そうそう、でででででででんっつって、炎のエフェクト書いておいた方がいい。あ、確かにね、ブワワワワ、下手くそ。やめた方がいい。あ、ブワワワ、かかん方がいい、かかん方がいい。このタイプね。そう、赤色、はい、内巻き、背広、踊り子で、はいはい、内巻きってそういうこっちってことか、こういうことね。あ、そうそうそう、はいはい、なんか顔の周りにこう巻いてあるみたいなイメージで、はいはいはい、ちょっとおっとり系なんだけど、はい、格闘系っていう。あ、ギャップが好きなやつね、さやが。はい、ただ、さやが好きなやつ。ゲンさんと強そう。深海とかに住んでそう、なんか。髪飾りから雷雲が発生してるの、うん、あ、これね、そう、だから歩くと、あの、タッタッタッって歩くじゃん、うん、そしたら髪飾りとかブワーって、あの後ろに向かって雲が尾を引いてバチバチしてる感じ。うわー、かっこいい。そう、で、うん、髪飾りから出てる雷を掴めるわけよ、この子。あー、それで攻撃する。雷の鞭とか作り出して攻撃できるタイプ。そっちじゃん。で、あの、着物っぽいんだけど、やっぱりあの、うん、走んなきゃいけないんでスリットが入ってる。あー、で、ちゃんと足が見えてる、うん、あー、いいですね、いいですね。だからめちゃ強いです。でも、まあ、僕がよく描きそうな顔になったってだけなんで、確かにね、ただただ、うん、棚卸しですね、うん、割と棚卸してきた。で、いや、かっこいい、めっちゃ。というわけで、さっきやロックキャラ揃いましたけど、今回は果たしてニアピンや正解は訪れる、正解はありえないんだけど、ニアピンは訪れるのでしょうか。訪れるのでしょうか。さあ、正解発表のお時間です。ということで、運命の正解発表のお時間でございます。毎回ドキドキするやつですね。え、そうです、今回は、はい、かつてないぐらいヒントが多かった。いや、そうなんだよな、ちゃんとヒントもらっちゃってるんで、はい、まあ、じゃあ僕のタルタリアからいきましょう。タルタリアから。タルタリア、正解はこちらです、はい、せーの、かっこよ。あ、でもさ、水のこの感じすごくない？すごくない？ここ正解じゃない？まあ、これ何、これ何、これ何やってる、これ。わかんない、なんか上がってる、ね、先っちょ止まってるね、なんか持ってるね。で、いや、剣か。あ、剣だな。あと、この後ろのマントから、マント、マフラーみたいなやつから水になって、おぉ、わぁ、そういうね、かっこいいな。かっこいい。あ、でもオレンジ、でもさ、オレンジがさ、あ、オレンジが入ってるっていう推理は、あの、全然違うのがいる。まぁ、全然、髪がオレンジか。髪がオレンジだ。イメージからグレーってこっちね。ね、あ、確かに。でもなんか数ある色の中からオレンジをチョイスしたのはさすがゲイさんですね。いや、まぁ、この水と反対してる色を入れとこうって思って、うんうん、それはさすがです。オレンジ入れて、いや、髪だったか、でも、はい、じゃあ、まぁ、この感じは合ってた、ね、この感じ、これしか合ってねえな。じゃあ次、さやさん、はい、ウェンティ、はい、ウェンティいきます。はい、せーの、あ、かわいい、かわいい、ブレーメンだ、ブレーメンだ、そういうことね。確かに、なんかやっぱヨーロッパ系の、はい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 、え、どっち、これは男の
の子女の子男なのでは。ちょっと声聞いてみる。あ、確かに。よく寝た。あ、こんにちは、旅人さん。僕たち、また会ったね。ん？覚えてない？うん。それじゃあ僕をまた君の旅に加えておくれ。君の実績は世界最高の吟遊詩人である僕が歌うにもってこいなんだよ。おお、結果わからねえ。わからん。わからん。かわいい。結局的に、いやでも僕だったね。僕だから一応男の子なのかな。ベッティの声優さんはもしかして、村瀬愛。村瀬さんね。ってことはそういうことよ。ほら、わかんねえ。わかんねえんだ。いや、わからん。じゃあ、まあ、あると思うけど。有識者の方、ちゃんと見たらあると思うけど。うん、性別不詳系ね。かわいい。めっちゃかわいい。まあ、めちゃくちゃかわいい。音楽家だったということですね。はい、吟遊詩人でした。はい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 、あ、でもさ、やっぱさ、全員これがついてるな。こういうなんか、あ、ほんとだ。なんか、ね、宝石みたいなね。宝石的なやつがついてる。うんうんうん、宝石ついてる。あ、じゃあこれもプラス30点じゃない。でけえな。加点が。これね。このチョロゲーム、このチョロゲームも最後、鉄製じゃん、もう。じゃあ次。はい、次。ナヒーだと、ショウ。ナヒーだから言いましょう。はい、せーの。え、かわいい。これでも、全然違うけど、この子は妖精では。方針は似てない。ね、方針は似てない。いや、ちょっと違う。じゃ違うんだ。装飾がすごい。まあ、そもそもやっぱり、そうだね。もっとちゃんとこう、うん、ファンタジーな装飾って感じではあるんだけど。あ、かわいい。あ、目がね、このタイプね。目がキラキラだ。ハイライトに、ひし形が入るというか。ね。お花が目にあるんだ。ね、森の妖精というコンセプトはあってたんじゃない？ね、めちゃめちゃかわいいよ。では、いきますよ。ショー、せーの。うわ、めっちゃかっこいい。かっこいい。あ、見て、すごくない？あれだろ、これ。腕出てる、片腕出てるわ、あってたね。片腕出てるわ、出てるよ。あ、なんか見て、見てください。このなんか、なんか飾りとほら、見て、なんかこれとか似てるじゃないですか。こじつけてんな。あ、でも武器は槍でしたね。かっこいい、ショー。うわ、この顔で松岡さんっぽいさ、ちょっとギャップだな。確かに。かっこいい。ちょっと可愛い顔してるよね。そうそう、ちょっと可愛い顔してるけど。立ち絵だと。はい、そして一番当たる気しないですよ、この人。どうなんですか。いや、ミコちゃんとニーロー、うん、じゃニーローから見ましょう。ニーローから見ましょう。ゲイさんのやつちょっと後残しとこう。どうせ当たんないから見ましょう。ニーロー、こちら、はい、せーの。え、かわいい。かわいい。めちゃめちゃ踊り子や。めちゃくちゃかわいいじゃん。内巻きってそういう感じね。そういうね、うん、ちゃんと露出してますよ。あ、で、あの、地下って言うと何て言うんだろう、こう結構暑い地域の踊り子さんって感じだね、うん、こっちなんかさ、バーにいる踊り子だね。ちょっと RPG とかの、うん、お兄さん、今日どこから来たの。え、そういうタイプ、なんか。まあ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 、じゃあじゃあ、はい、最後ゲイさんの八重美子 100% 当てて見せるんご、はいはい、せーの。かわいい。毛も耳っすか、これ。なんか後ろ、ね、なんか髪型か。いや、髪型かこれ。あ、でもこうやっぱ巫女系だ。あ、巫女かだ。あ、そっか、巫女か。そうだ、宮司さんだから。なんか巫女ガン無視してたの。なんで巫女情報ガン無視したんだろう。で、これね、このシャランのやつね。シャランのやつ、語彙力がなさすぎて全然出てこなかった。シャラン、ね、シャランのやつ知ってたけど全然違う。知ってた、うん、それは知ってた。なるほど。わー、かわいい。めちゃくちゃ全部かわいかった。ねえ、かわいかった。全然当たらなかったというわけですよ。全然当たらなかったし、はい、びっくりするぐらい当たらなかった今回。逆にいつもよりヒントもらってんのよ。当たってないのよ。さすが、やっぱ CV もあったし。そうね、いつもより情報をたくさんいただいてたのでね、はい、リッチなミリシラをさせていただきました、はい、すごい楽しくできたけど、はい、かすりもせんかったっていうのは。これはまた、いや、リベンジと言わずこれはやりましょう。いや、そうですね、もう原神の世界に触れたくなったわ。いや、これは原神を早くやりたくなった、ね。まあ、ということで、原神っていうのがどこまでも自由で広大な幻想世界テイワットを、魅力的なキャラクターたちと冒険するオープンワールド RPG。 おー。で、基本プレイが無料で、はい、まあ、知ってる方も多いと思うんですけどね、うん、基本プレイ無料で一人で世界観に没頭するもよし、オンラインで協力プレイで冒険するもよしの超自由度満載のゲームとなってるので、はい、ゲーム実況チャンネルでやりたいね、はい、やりたい。これ今 PR 別として、はい、うん、個人的に出会いたい、この子たちと。今回はこう案件でね、いただいて、うん、やっと触れることができたので、さすがにやりましょう。ゲームチャンネルで2人でテイワットに旅立ちましょうよ、うん、旅立ちたい、はい、ということで、こちらの原神ですが、はい、10月になんと2周年を迎えました。おめでとうございます。
そしてね、今新たな地域スメール、スメールという地域がね登場したとのことですね、はい、で11月2日にはバージョン 3.2 にもアップデートされたということで、今までやっていた方もね、はい、もちろん少しお休みしていた方も、うん、ぜひこのアップデートを機にね、ちょっと夏目さんちも今速攻これでダウンロードして、はい、やりますので、うん、しかもですね、次のアップデートは12月7日ということなので、続々アップデートがされていくというわけでございます。そして今回冒頭にも言ったんですが、プレゼント企画でございます。嬉しい、はい、この中で2周年という、ね、うん、このタイミングで一緒にやらせていただけるのは非常にありがたいです、はい、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。今回ですね、はい、ナヒーダとニーロー、ちなみにこっちじゃありません、こっちではない、はい、さっき正しく出てきた方、うん、あちらの方をね、もうちょっと僕たちゲームをしっかりやってから、原神の世界にどっぷり使ってからこちら絵を描かせていただくので、はい、そちらを今回プレゼント企画ということで、抽選で1名様ずつに当たるということでやらせていただければと思いますので、ぜひ皆さん概要欄の方から ね原神と、そしてプレゼント企画についてチェックしてください。ください。はい。はい、うちのブレーメンも性別不詳なんでね。まあ確かに、はい、でも本当のウェンティの方はね、やっぱ出会いたくてしょうがない、うん、俺が逆に吟じたい。何を何を吟じるの。じゃあこの後ですね、はい、ナヒーダとニーロ書いていきたいと思います。思います。吟じます。さあ、ということで書いていきましょう。ニーローとナヒーダ。はい、ではさやさんのね、はい、ニーローちゃんから書かせていただこうと思うんですけれども、はい、まずはね、あれですね、はい、すごい丹精込めて色別に、そうですね、はい、ペン入れをしておりますが、ミリペンで、はい、コピックってこの作業がねちょっと楽しかったりするんですよね。というわけで、ニーローちゃんね、これ全部終わった後に、はい、キャラクターの動画とかね全部見させていただいたんですけど、はい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 、なんかもう元気いっぱいというか、なんかこう、いやもうなんかその動画の中でも言ったんだけどさ、ね、なんかおとなしくもなんかこうちょっと おっとりしてるけど、こう情熱的なうちに秘めたね熱さがある子でね、ちょっと書いててめっちゃ楽しかったんだけど、なんかいやでも今回結構さやさん楽しく書いてますね、やっぱりね。いやそう、いやまあいつも楽しいんだろうけど、うん、いやね、なんかもうニーローちゃんね、なんかもうキラキラのね、もう踊り子なのでね、なんかこうキラキラ感をねいっぱい出そうと思って、もう至る所にハイライト、はい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 、お祭り騒ぎですよ。もうキラキラですね、なんかこういろんなとこに光が当たってる感じが、そうなんだ、もういろんな、もういろんな色使っちゃった。もうなんか赤だけじゃなく青、いやでも水だからやっぱ青いっぱい入れようかなとか、なんかすっごい楽しくなっちゃってさ、なんかもうそりゃよかったよ、うん、ありがとう、うん、ありがとう。さあ、ということで僕はですね、ナヒーダちゃんなんですが、すごいラフに、はい、マッキーでペン入れをして、うん、はい、マッキーはね、コピック使っても大丈夫なんで、紙用マッキーならね、紙用マッキーはね、はい、そうで、ペン入れをしていくんですが、はい、もうナヒーダちゃんマジで超好きな子だったキャラクター解説見て、あ、ビデオ見て、ね、公式さんの、いやそう、ゲンさんがさ、めっちゃ好き、そう、サヤさんのところに走ってきてさ、うん、やばい、見て、ナヒーダちゃんめっちゃ好きって、はい、すごかった。でしかもまあ普段僕デジタルで書いてるので、うん、ちょっとコピックとかして使うたび久々なんですけど、いやそうね、まあ、うんうん、いつも通りだいぶベタをね多めに入れながら、うん、はい、書いていくんですが、コピックで大体をね色をつけた後に、僕は大体色鉛筆とポスカで、はい、最後の仕上げをしていくので、うんうん、はい、またちょっと印象が変わるんじゃないかな、とこから。いやそう、さやさんね、ゲンさんの、はい、こう作画中ね、ちょいちょい覗き見してたんですけれども、はいはいはい、やっぱね完成と途中で全然変わったので。そうなんですよ、まあ、色鉛筆でメイクをねしてあげた後、このピンクが可愛いんだけど、はい、色鉛筆でメイクしてあげた後、このポスカですよ。ポスカで主線を飛ばすっていう、そうすると光が当たってる感じが強くなるので、まあ、個人的には好きな書き方ですね、はい、そして完成、いやめっちゃ綺麗、キラキラ、むちゃくちゃキラキラ。なんかさやさん筆乗ってますね今回ね。いやもう今回も踊っちゃったよ、はい、私も筆が、いやよかったですね。ナヒーダちゃんも可愛い、ピンクがいいです、森の中できらめついてる感じを表現してみましたね、はい、ぜひねこの2枚がね、はい、どなたかのお手に渡ることとなりますので、はい、皆さんぜひね概要欄の方から、はい、応募ぜひお待ちしております。お待ちしております。いやついに、はい、ついに原神に見れました。しかも僕やっとね、うん、冒険者レベルね、今12まで来ました、うん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 、結構やったんだけど、はい、遊べすぎてビビってる今嘘だろうと思って、テイワットが僕らを待っているよ